さん、こういうコマをやってたら、大橋の方にも行きますよ、と。これ一発が繋がりましたからね。よいしょ。何がびっくりするって、土曜日は土曜日で15時間だったっけ、バックスと寝て、そうですね、9時前に寝落ちして、翌12時半まで寝たんですからね。で、今日もバックスに寝落ちした兼ね合いで、結局8時間ぐらい寝てるんですけど、いやー、それでも眠いもんな。朝からすでに、やばいっすね。さあ、黒部の栄光分まで来ましたからね。なんか綺麗になってる、ファーマーズマーケットの方が。へえ。もともと昔からでかい、ファーマーズマーケットといわず、農家さんが直接ね、野菜並べますよみたいなところがあるんですけど、結構コーヒーとコロッケの店なんてあったんだ。コーヒーとコロッケ専門ってすごいな。コッフェグランツ。へー、これでまあマームじゃなくて名和か、名和のイオンになったりか。これで明和町に入りますよと。ちょっと明和町でかいイオンもあるし、カインズホームもあるしですね、ケーズ電機もあるし、何やかんやとありますからね。まあ、だから独立できてるっていうのもあるんでしょうけどね。案外探してみるとこちら側の車線ってコンビニねえんだな。この押し出てくると思うんやけどな。あ、出てきた。ファミマがあるわ。明和のファミマで、ちょっとトイレ休憩。あんな津波避難施設なんかも振ってあるんですよ。明和町すごいですね。さてとね、買ってきましたけどね、一応なんかこんなビターな味わい、このエスプレッソラテなんてパッと売ってるですね。まあね、引き立てコーヒーのやつね売ってるのもいいんですけど、パッと買って飲みたい、特に、ね、私冬でもアイスでね飲むんでね、そうすると正直なんかこっちの方の方がいい気もするな。こんなんあるな、138円ってなってたかな。このエスプレッソラテね買ってみました。ぶっ刺したらいいのかな。いいやと、こんな感じでいいかな。あ、いいですね。程よく眠気覚ましにちょうどいいあれですね。じゃあ飲みながらね、さらに進んでいきたいと思います。どうしようかなと思ったんですけど、神宮長古館とかね、猿田彦神社もね、そのリストの中に入ってるんですけど、あれからってやっぱこの時間からもう行っちゃうと、もうこの辺りは絶対混んでるんで、猿田彦神社はちょっと前通るだけになってしまうと思いますけど、で、また改めてね、ちょっとここに関してはまた今年中に、12月中にね、ちょっと12月予定が今のところもう来週再来週がガッチガチに埋まってるんで、多分動けないんですけど、ちょっと隙見て行ってみたいなと思っております。多分この辺り公共機関ね、電車の方で行った方が多分ね、便がいいと思いますんで、ちょっと車だとすごく渋滞とかもしますんでね、っていうような感じで考えておりますということですね。
では早速行ってみましょう。さあということでね、さらにどんどん進んでいきたいと思いますよ。よいしょ。もう順に国道には直接ぶつからないような作りにしてあるのは面白いですね。案外これでも出入りしにくいわけじゃないから、あっちゃありなんですね。こういうこと多分あそこをつなげるつなげないだけで路面価はだいぶ安くなると思いますね。で、ここに、出ましたね、籠屋さんでしたっけ。あれはどうなんでしょうね。少なくても2、3人で出かける人で平日に宿を取ったりするっていうだったらもう抜群にお得ですからね。一人利用だとあれだし、土日オンリーで一人利用だと、それだったらやっぱ満喫のね、個室とか使った方のが、お得にいけるのかなっていう感じはしますね。マイクが持ってた。なんかマイクの位置も工夫したいな。どこがいいんだ。ここだとあんま変わらんかな。結局なんかカメラに撮ってたやつの方のが音がいいやつ落ちない。それ怖いな。まあ結果はね編集中に分かってるんでテロップに書いておきます。どっちのやつ使ってるのかはね、あれですけど。もうこれ伊勢市に入ってるよな。ちなみにここら辺は23号線と42号線のね重複区間になります。さっきのねまさかの市街地からのところとかですね。あそこからあれか、42号大和方面に向かって交差点のところか。あそこから、先のところが重複区間に、なっているはずです。でそうだ、鍵盤文字はここでも、ここが本店だったっけね。そう、こっちの方なんですよね。この前あそこで買ってねいただきましたけど、私物取りするの忘れてましたもんね。鍵盤餅帰りに買ってこうかな。今からだとまあちょっと時間ありますからね。もともとがこっちの方らへんなんですよね。要は伊勢志摩の方面にやってきた、大馬さんね、を返す場所っていうことで、馬を返すで変馬ですね。返す馬で変馬っていう、で、のところに、近くにやってたから、そこでまあで、やっとここまで来ました。大馬さんをね、はい、じゃあちょっと渡しますよって渡して、さて一息っていう時に、じゃあそこにね、ここでお餅でもいかがですかっていうのが、変馬餅の言われと言われてますもんね。ちなみにあれですよね、薄々、でもこのカメラちょっと映るかもしれませんけど、本当に赤福の看板はあちこちにありますよね。すごいよな。で、そうか、タイガークラブがね、以前私を絶望のどん底に落とし入れた快活クラブですね。よし、ここで休んでくぞと思ってふとインターネットの情報を見たら、リニューアル工事で臨時休業しておりますってなって、ってなったっていうね、南伊勢で爆死したっていう思い出がありますけど、あれ何の時だったっけ。東西南北か、三重県の東西南北完全制覇かってやった時ですね。県外移動ができないなら県内のギリギリのところを攻めようって言ってやったやつですね。
まあ、中庭でもまあいいですからね。でもう早々に伊勢志摩スカイラインに入っちゃいましょう。どこから一回降りないといけないよな。道なりで行けたっけ。